新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2023年初ゴルフです、はい、ついに明けました。でちょっとその前に、はい、あのキンコーンであるやん、うんうんうん、2022年目標、はい、でアンダーは達成したけど、はい、5万人いかんやったね。いかんやったね。3万人ちょっとかな今。そうね、うん、いや悔しいね。悔しい。5万人いくとは思いよったけど、まあ、でもちゃんとこうやって公言せないかんね。そうね思ったけど、うんうん、でもう新しい目標は、はい、まあ多分ちょっともう打つとやろうけど、うん、2023年は10万人目指します、うん、10万人10万人目指す。行こう。やっぱさ、うん、もうどうせやるやったら目指さないかん、うん、でまあゴルフのスコアも60台出す。60台出す、はい、まあまあまあミッドアマーももう予選通過当たり前として優勝しよう、はい、九州はね、うん、九州ぐらい取ろうっていう感じでまた新しい目標立って、はいはい、やりますん で大使の方もちょっと頑張ろう。新年明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。すごかったね、10月から始めたけど。いやーもうバンバン増えてったね。ね、こんなに応援してくださると思わんかったけど。目標は今年の。俺もちょっとゴルフは少しやろうかなと、うん、うんうんうん、ね、せっかく一緒に回ってそうね知識だけはついておってさ今は撮影だけ、うん、だけど今年からは一緒になってプレーできてで100切って80、あ90切って80切ってってもう早く70で出そう。皆さんがね見よって飽きないようなプレーができるように、うん、今年はちょっと頑張りたいと思います。で今日の企画は今日の企画、はい、もうドライバー封印します。ドライバー封印する、はい、うん、ちょっとね試したいこともあって、うん、そのもう3番ウッドで、はい、こうプレーをするっていうのがね、うん、3番ウッドでプレーしてドライバーを捕まえたらスコアがどうなるのかっていう。ドライバーなしゴルフ。そう3番ウッド、うん、3番ウッドでどんぐらい飛ぶ。270ぐらい。おお、でも今日はそんな飛ばんと。じゃあお願いします。はい、ドライバーとほぼ一緒ね。一緒。です。新年明けましておめでとうございます。裏企画ですね今日はですね、実はこの動画が上がる日が1月2日。1月2日といえばカメラマンの大使の誕生日になってます。でここゴルフパートナーさん今から行くんですけど、レフティーなんであいつが今ともう何店舗かな、福岡県全部のゴルフパートナーに電話して中古のアイアンを探してたらもうなかなかない。レフティーはもう1店舗に1個か2個しかない。でもちろんもうシャフトのスペックとか考えていけばもう何もない、もうなかったけ、まあ今いいヘッドがタイトリストの在庫見つけたけどね、北九州まで来てます。で、まあ僕の方でシャフトを昔使ってたのがあったんで、この後買った後にちょっとシャフトをさせてもらって、でそれをまあプレゼントするっていう企画なんですけど、2023年一発目、普通にプレゼントするのもなんかおっさん同士のやり取りで面白くないし、まあオープニングがあったと思うんですけど、今日はラウンドに来ててハーフはまあ通常通り大使のクラブを使ってもらってスコアをちょっと見ていこうかなと。で昼飯を食ってる時に、まあ、僕がアイアンを入れ替えるんで新しいのに、それでまあどんな反応するかっていう検証と、あとは喜んでくれるのかまあ分かんないですけど、ちょっとそこの大使のリアクションっていうのを注目してください。まあ彼はちょっと天然なんで、まあ普通やったらこうアイアン刺さっとったら大体もう速攻気づくと思うんですよ。あいつは気づかないんですよ。ちょっとそこの反応もまあどうかな、気づくかもしれない、さすがに。まあ今そもそも使ってるのも初心者キット、多分始めたての 1年前ぐらいかな、多分初心者キットでもう1万円ぐらいのアイアンセット買ってるんで、多分基本的には喜ぶと思います。いや喜ばんことはないと思います。なんでまあ喜ぶ反応も見つつ、ちょっとそこでいつ気づくのかっていうのも検証として皆さんに楽しんでもらえたらと思います。で彼にはまあ編集、去年の10月ぐらいかな、もう動画をボン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 こう2日に1遍上げ出して編集とか撮影とか全部いろいろと、まあ、お世話になってるんで、そこを感謝の気持ちっていうのと、誕生日だから誕生日プレゼントっていうことで今回プレゼントしたいと思います。クラブ選びから購入で、シャフトのアイアン、まあ、差し替えから全部ちょっと動画回していきたいと思いますので、今日はよろしくお願いします。さあね、最近も編集とか練習とか仕事ともあるやん、撮影とかもう忙しすぎてニキビめっちゃ出てる。ニキビはちゃんとってことで、アイアンが中古のアイアンいっぱいあるね。で大体もう選ぶのさ、もうレフティーはマジで電話したけどもうほとんど選べんけん、ゴルフパートナーいっぱい右はあるっちゃんね。右は種類すごいね。うん、いやほんとすごいけど、やっぱレフティーってさ、俺今回思ったけど、まあ多分視聴者さんもレフティーおると思う。マジでかわいそう。
こんだけ右あるのに左全店舗電話して福岡県内の1個か2個しかない全店舗で、しかもやっぱ中空とかあの飛び蹴る立っとるやつとかが多くて、結構ガチのアスリートタイプの人はむちゃくちゃ悩むと思う。もうだって新品になるやん買うってなったら。そこはね返事していいよ新品にじゃあなると思うんだけど、はい、新品になると思うんですね、うん、どっち？じゃあ一人で喋ると、うち返事するタイプかするタイプか迷っとうと。いやしてもいいじゃあ普通に喋った方がいいよ。うん、じゃあ普通に。まあこんだけねあってももうレフティーの人用のクラブってないけん、そこはね大変やね。中古だって俺も始めるときってだいたい1万5000円ぐらいのなんかナイキのね、ここちょうどゴルフパートナーで買ったんやけど、まあ初心者セットとかあるやんこういうの。でも大使は逆にないけんこういうの買っとんや。あこういうのかね、うんうんうん、そこのちょっとなんかレフティーの人の大変さはね今日分かったね。分かるね。だけまあねレフティーってこんだけ、うん、レフティーここだけここだけ大変よね。こだわってたら何もないから基本的にもうあるものを買おうと思って。そうですね。でパワーがあるんだったらまあリシャフト、リシャフトですよね、するか。でもう AP2 でここら辺でいいっていうんであれば、はいはい、全国で探してみてっていうのができるんですよね。これしかないよこのお店。いや右はねいっぱいあるんやけどね。じゃあこれね、ほらこれくらい AP2、うん、まあ、俺はもうこれは分からんけど金額で決めとる。でもなかなかないっちゃうマジで。なんか10万とか8万とか9万はあるんよ。でもあいつ120やけん言うてそこはだけどこれで十分じゃないね。いいよっていう感じで、これじゃあいただいていいですか。ありがとうございます。あ、いやこちらこそありがとうございます。じゃあこれでお願いします。ありがとうございます。買いました、購入しました AP2。 ちょっとあえて袋に入れてもらえたけど、いやーやっぱゴルフパートナーやね、うん、でも正直ねもう俺諦めかけとった。もう新品買おうかなってしたけど新品ってもう大体10万ぐらいする、うん、とりあえずこれ中古で買ったんで今からもうシャフトはねこれね正直大使がドライバーを思いっきり振った270とか80とか結構飛ぶけん、あこれ NS プロの950の S やけど軽いし やばい。だけど俺の昔使った X100 を今からリシャフトしに工房に行ってきます。さあこれが購入した AP2 です。そしてそして俺がさスリクソンのさ、うん、Z フォージドを買った時に、うんうんうん、あのリシャフトしたじゃん、うん、なんか注文間違えとってから、うん、多分俺が間違えとっておっちょこちょいやね、うん、でこれがさ、なんかほら、ちょっと X100 のダイナミックオールのちょっと軽めの確か X100 じゃん、これ。で、大使は結構力があるけん、これちょっとリシャフトして、これにね、ちょうどあった。僕がいつも行ってる、本庄ゴルフガーデンのガーデンさんにある、横にある工房、人。人。連れてきるか聞いてくるね。うん、普通にジンやる。だ、これをお願いしたいです。あ、本当ですか？ YouTube 撮っていいですか？YouTube 僕やってるんですよ。じゃあちょ YouTube 上げてもいいですか？あ、いいですか？うん、あこれどうするの？いやこれをこれ僕が多分スリクソンのあれに刺さってやったやつなんで、多分4番アイアンまであったから本数が1、2、9、8、7、6、5、4、7本あるんですけど、なんかロフトによって違うんですよ。ピッチングはピッチングのに刺したり。そうそう。あ、バッテリーなんで。ああはは。ただあと長さが取れるかどうかよね。あ、なるほど、うん、長さが…そっか、だよね。あ、いけますか。あ、よかった。最悪予備に1本あるんで、うん、どっちのグリップ使った方がいいんですかね。こっちの方が結構新しいですね。そっち使ってもいいよ。あ、本当ですか、うん、確かに。これさ、何番から入れとった、はい、5番から、これ自分のは僕のは4番からピッチング入れてました。そうだよね。そしたらどうする、4番を5番に入れたら少し柔らかくなるんよ。4番を5番に入れたら、あ、本当ですか。うん、だけどこれ X100 やけどさ、ちょっと柔らかめにするんやったらそれもやり方あり。ああ、だいたいいつも S200 使ってる人やったら4番入れた方がいいね。4からでそっちの方がちょっと柔らかくなるんよ。へえ、うん、だってでも結構しっかり振れるんですよね。うん、いや、ステップの位置が違うんよ。ああ、なるほど。これね、あ、いや、短いのになればなるほどステップが下に行くんよ。はいはいはい。硬くなるんよ。ほら、ステップが増えることに太くなるや。違うんですね。うん、だんだん太くなっていくんだよ。こっちだったんか。
みんなそうよ、これ。あ、みんなそうなんですね。だいたいこうやってステップが大きくなっていくよ。あ、で、こっちに、これが、じゃちょっとこっちにフェイスに近づくと、硬くなる。硬くなっていく。うん。4番を5番に入れて、はい、1つずつずらしていく。そうすると S200 と X100 の間ぐらいの硬さになる。あ、本当ですか。うん、あ、じゃあそのぐらいで、うん、むちゃくちゃハードヒッターってわけじゃないんで、はい、お願いします。で、いつまでにできればいいと。明日でもね。明日ね。辛いな。いや、ちょうど今これ買いに行ったんですよ。あ、そうなの。はい。ちょうど今日プロが来たったんや。あ、誰ですか。うん、あ、本当ですか。うん。だけどこれクラブセッティングしよったんや、今日。え、僕がいつもあのレッスンに行ったりとかするところに来てるんですよ。エンジョイゴルフってあの桃地にある、はい、あ、そっか、今もうオフになってるから、うん、今だけ来年のクラブセッティングしようね。え、今あるんですか、そんな方のクラブ。あ、もう持っていかれました。いや、持っていったのもあるし、置いていったのもあるよ。これほら、今から組まなきゃいけない。あ、フリジス、うん、だけどシャフトを試しもよ。要は三菱のシャフトか、グラファイトデザインのシャフトか。ああ、ありますね、それ、うん、はあはあ、どっちにするか、今そっち比べしようみたいな。へえ、うん、だけ今3番手だけ持って帰ったよ、もう、はあはあはあ、5番、6番、7番だけね。で、あと 89P を両方また後にもこれ入れないで。うわ、すごっ、うん、あ、それで良かった方を採用するっていう。そういうこと。やっぱすごいな、そんなことできんな。いっぱいあるよ、もういっぱい、もうなんかだけこんなの。ああ、これもですね。そうや、全部よ。え、やり替え。あの、プロはユーティリティとか何番から入れてるんですか。ユーティリ、はい、ユーティリはね、使いようのは5、6なんやけど、5がね、23度の5番なんよ。あー、23度。うん、だけど、ちょっと立ったやつ、ね、立ってますね。うん、あ、でももう5番アイアンは入れないんですか。いや、5番アイアンも入れる。入れるんですか。うん、だけどほら、状況によってアイアン使ったり、ユーティリ使ったり。へぇー、うん、ね、できんかなって、ね、お願いします。明日の夕方以降やったらできとうと思うんです。だけ夕方何時まで空いてるんですか。いや、明日だから休み中をやるんだよ。どうして人の話聞いてないかね、ほんと。明日は俺は休む、見てるいつもありがとうございます。いや、だけ明日、とりあえずしとくんで。あ、わかりました。うん、明日だけ。トリコの時電話して。あ、わかりました。うん、俺家に帰っとうかもしれない。あ、わかりました。うん、したらしとくけ、はい。バランスとかはもうお任せでいい。はい、もう、はい、うん、そうですね。はい、お願いします。うん、はい。D2 とかになるんですか。うん、まあ大体そのぐらいにね。はい、うん、じゃあ D2 でお願いします。はい、はい、やっときます。はい、いつもあります、はいはい、こっちのグリップ使うね。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。なんて工房人生です。工房人生、ここはマジで、マジで全部お任せしとる。もういつも、うん、もうバランスから、あ、まあゴルフの道具の知識はむちゃくちゃここで勉強させてもらった。めちゃくちゃ勉強になる。詳しいじゃん。今のちょっとだけでもね、出てくる話題がね。そうけど、ちょっとまあ今閉店しちゃったのに無理やり、すいませんでした。優しいね。うん、優しいじゃん。いや、でもすごいね、そのさっきのね、プロも、プロの方ね。まあそんな感じでちょっと今日、はい、リシャフトしてもらって、明日出来上がって、明後日プレゼント渡すとっていう感じで、受け取った後にドッキリかますんで、よろしくお願いします。お願いします。いや、すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。グリップ乗せてやるんですか。うん、だってグリップも重量一本一本違うやん。確かに、同じ微妙な、うん、微妙にね。すごい作業が細かい、うん、もうほんの何ミリで変わるよね。うん、要はここでね、今ね、はい、1.1 にしたいわけや、ね、2やん。これの、ここ、あ、何の目盛りですか。これがバランスの目盛り。これ D の、で、これ針が真ん中いったらそれない。なるほど。だけど今ね、これわざと一番最後まで刺しとるのね。ああ、じゃなくてグリップ入れた状態っていうのはこういう風な状態になるわけや。なるほど、ね。でこうなったら、ここから今からテープ巻いてグリップ刺したら、テープ分バランスが下がる。なるほど。そうすると D2 ぐらいに行くわけよ。ね、そのためにこれ合わせると。今だけこれ1本ずつやるんですよね。そう、もう全部全部できたと。他のはああ、うん、これ8番だけがさっきちょっとうまくいってなかったで、やり替えた。あ、それはそのネックが、うん、だけ長さが違うから。いや、違う違う、鉛をね、先端に鉛とか入れるんやけど、その時に、刺す時にさ、接着剤がシャフトの中に逆流するやん。そしたらさ、ウエイトがね、下まで下がりきらんで、上で止まっとったりするんよ。へー。
最後まで入りだけ最後まで落ちた状態でバランス測っておけさ、それが少し上に上がるだけでバランスが出らんのよもう。なるほど。うん、その分でさっきちょっと浮いとったんや、上に何ミリかね、その分だけバランスが出る。だけどほらこれもさっきと一緒で 1.1 になるように要するにほら、はんはんはん、ここになるように線揃えようわけ。なるほど。これはでもこれは実際はバランスをグリップ入れた時を加点したらこんぐらいになるわけや。なるほど。こっから減るわけよ。だけどなんでここにピタッてくっつけようかって言ったら、はい、くっつけたら他のも全部一緒にできるやん。ああ基準を作る、ね、これが基準で、うんうんうん、でこれが今こんぐらいになっとったけ、うん、こうやってしたらあとテープらせん巻きしたら、うん、コンマ4とかコンマ5減るんよ。なるほど、うん、そうすると D2 ぴったりに揃いますよ。でもそのテープも同じように巻ける技術ないとできないってことですよね、うん、だってよくテープ巻くのにほら隙間開けて巻く通りやん、ね、はい、あれはペタペタってなってるやつもありますよね、うんうん、縦はまあ細くしたい人とかはね、だけど螺旋巻きした時にさ隙間がバラバラやったらさ、ね、バランス変わるけどさ基本はもう一緒になるように基本あんまり隙間あかんように巻いた方がバランスが正確に出やすいよね。はぁすげぇ。だからやっぱりその辺はきっちりせんと、うん、もう本当すごい技術ですねそれ。1ミリとかの話で変わってくるんでね。確かに。その接着剤のちょっと垂れたとかでバランスも変わるわけですよ。だけどそこを一緒ぐらいにずっと持っていかないで。うわ、これ彼120ぐらいそこ叩くやつなんですよ。まあまあまあでもほら腕が上手い下手は別としてちゃんとしてやる方が気持ちはいいやん。確かに。うん、ちゃんと組んでやる。ほんでダメなら、うん、まあ自分の責任かなみたいな。そうですね。ここまで完璧なクラブ使ったら、うん、あとはもうクラブのせいにできないですね。そう。だけど要はなんで僕がこれ始めたかったら、うん、自分がやっぱねすぐねなんか失敗したら道具のせいにしたくなるやん。わかりますね、はい、でもさ道具完璧にしとったらさ、はい、もう言い訳無用やん。そうですね。うん、しかも自分が悪いんかなみたいな。そのクラブが完璧じゃなかった時の不安なのも嫌ですもんね。でだけど結構ね並行輸入の外国のクラブとかさ、はいはい、グリップのけたらさ、はい、シャフトが斜めにカットしてあるとかあるよ。ここの丸がですか。うん、ちゃんと削ってないの。へえ、多いよそういう人は。うわすごい綺麗。うん、でね、ぴったりですねこれ本当に。うん、だけどちゃんと巻かんといけんね。すげえ簡単そうに。これはね多分ね、はい、慣れんとね指がつると思うよ。ああ、うん、あの普段その巻き慣れてない人が巻いたらね、はいはいはい、もう一本巻いたら多分指がねつり出す。確かに。ほんでこれシャフトってさ番手別やけさ、はい、全部あのステップがさ、はい、この前言ったかもしれんけど逆さまにした時にさ、はい、逆さまにクラブ並べた時にグリップがあのステップが綺麗に揃う、はいはいはい、ようにせないかんので、ちゅうことはテープの巻き始めのステップの位置も基本一緒なんよ。あ、ほんとだ、うん、もう全部一緒だこれ、うん、そうなんだ。そこからこのステップがですね、そう確か全部逆算されてますね。そう逆算せなきゃね、要はそういうことなんよ。足し算は簡単なんよ、はいはいはい、でも組み上げて出来上がりの時のことを考えて逆算していくのは難しい。確かに、うん、だから本当差しだけなら、ね、誰でもできるっちゃう。何年やってるんですか。もう16年 17年目になるんかな、うん、このプロの方、あ、うん、あるあるか、天本さん何歳から来てるんですか。中学生。あ、そうなんですか、うん、中学入ったすぐぐらいから来てるのかな。私結構良かったんですか。ね、メルセデスのランキングが70位や。70位ですか、うん、でも一応 QT が、QT で32位やったけ、また来年前半戦はもう出場権取ったけ。へ、いいやな。え、プロテスト取ったよ。取ったんですか。うん、だって今年、今年ですか。しかも去年。ほんで今年ツアーずっと出よって。おー、すげえ。今年1700万ぐらい稼いだよ。本当ですか。うん、まだ24かな。24ぐらいですか。うん、うわすごいな。はあ、これでベスト出せるやろな。それはどうかな。そうですね、クラブさえちゃんとしとけばね。そうですね、うん、不安な気持ちはなくなりました本当に。そうそう、だってさ車とか運転しようってもさ、はい、車に不安あったら飛ばせんじゃん。飛ばせないですね。うん、あれと一緒と思うよ。確かに怖いよね。これすごかった。もうパターがこれでライク76度に僕してもらって、うん、あれからむちゃくちゃ入ります。だけどやっぱライカってめっちゃ大事よね。大事ですよね、うん、びっくりしました。アイアンとかもやっぱ一緒よ。ああ。ライカって大変。
身長だってみんな違うから。そうですね、うん、これで、はい、今は実際は 1.85 なんや。D の 1.85 になる、はいはいはい、だけど今ギュッて押さえたやん、押し、はい、ほんなら使い言ったらさ、ここが戻るんよちゃんと。あ、そうすると 0.1 ぐらい戻るんで、 1.85 から 0.1 ぐらい、うん、はい、そしたらさ 1.9 とかもう2日限りなく使う。 D2 に、うんうん、確かに。ああなるほど、それで1日固めておいたら、うん、ちょっと固めたらね、うん、なるほど。どこな、ありがとうございます、うん、できました。うわ、すいません、急遽ありがとうございます。昨日の今日で、ありがとうございます、はい、芸術や、はぁ、あ、はぁ、あ、すげえ、おー、よかったね、うん、いい感じですね、うわありがとうございます、はい、これはもう言い訳のしようがなくなりました。はあ、全く左分からん。分からん。分かんない。組み分けど分からん。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。大使気づいてません。次の方でネタバラします。ちょうど後ろ来てないんで。